back. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing left. こんにちは、ワールドベストチャンネルのメイクヒロです。今回はタイムのアルプデュエット01ディスクのレビューをしていきたいと思います。まずは箱を開けてみます。よいしょ。おお、しっかりした梱包ですね。はい、この梱包なんですけれども、一般ユーザーはですね、なかなかいろいろなメーカーの梱包を見る機会っていうのはないと思うんですけれども、お店で働いてるとですね、いろいろなメーカーの梱包の違いっていうのを見ることができます。やっぱりですね、しっかり梱包してるメーカーは売れてるメーカーですね。やっぱりそのメーカーの思いというか、気持ちがですね、梱包にも現れてきます。製品を大切にしているメーカーはね、しっかり梱包されています。さあ次に、各部を見ていきましょう。フレームのまずはトップチューブ、横からだとこれわからないんですけれども、上から見るとですね、カーボン繊維が綺麗に配置されているのがわかります。とても丁寧にですね、高精度で作られている証拠です。続いてダウンチューブ、ダウンチューブもですね、大口径で、タイムのロゴの部分はですね、遠くから見ると普通の黒なんですけれども、近づいていくと、これですね、カーボン柄なのが分かります。とてもおしゃれですね。はい、そしてシートチューブです。シートチューブはですね、軽量なのとエアロの両立ができる D 型の形です。続いてフロントフォークです。細いフロントフォークが多い中、タイムのフロントフォークは太くてしっかりしています。このカーボンの網目も綺麗に配置されていますし、色が違う部分はベクトランという素材が織り込まれています。このベクトランなんですけれども、とても強く、そして振動吸収性に優れているというのが特徴です。どういう時に役に立つかと言いますと、このコラム部分はステムの締め付けに耐えられるような強さでなくてはいけません。このベクトランが入ることによって、何度もステムを交換したりとかですね、締め付けが多少強くてもですね、ある程度ラフな扱いをしてもしっかり受け止めてくれるということです。実際に締め付けしても、へこんだりとかね、縮むという感じは全くしませんでした。そして振動吸収性については、長距離ライドもですね、このタイムのフレームは腕や肩、首などの疲れが減ったっていうコメントが多いんですけれども、まさに、それに効いてるのかと思います。続いてシートポストです。とてもシンプルで軽量です。このパーツ、ヘッド部分、全てですね、これも自社製になります。続いてはフレームの気になる重さを計測していきましょう。ボルトやら何やらついていますので、外していきます。まずはフレームです。カタログ値は S サイズで 840g でしたが、こちらは少し大きい M サイズです。重量は 1013g とカタログ値よりは重いですね。続いてフロントフォーク、フロントフォークは 396g、 コラムカットがまだ、そしてヘッドパーツの機能を備えている割には軽量と言えます。そしてもう一つ、アクティブフォーク、こちらは 592g、 不快な振動を感じさせないタイムのアクティブフォークです。ノーマルと比べてプラス 196g、 約 200g 重量増しになりますけれども、こちらを選んでいる人も多いです。そしてシートポスト 156g、 CMT 製法で作られているため非常に軽量です。一応小物類も測っておきましょう。シートクランプ、ボルト類 10g、ディレイラーハンガー 15g、 ヘッド小物 68g、 ここら辺はとても軽量です。タイムのサッシ 413g、 これは中身が詰まっていて結構重量が重いです。ライドの際には持ち運ばない方がいいでしょう。さあ、組み立てるまでは気づかなかったフレームのいいところがありました。まず BB、 ボトムブラケット部分です。ボトムブラケット部分の精度が高くてびっくりしました。見ての通り、
綺麗に平行に BB が圧入されていきます。きつかったり緩かったり斜めになったりするフレームがほとんどの中、タイムのフレームは綺麗に平行に入ってきました。もちろんこの1台だけではなく、組んだ5台以上のバイクが全く同じように入りました。ワールドベスト。そしてもう一つ、ワイヤールーティング。他の動画ショーツでも紹介したディスクブレーキロードのデメリットでも話しましたが、このフレームはブレーキホースのライン取りが素晴らしい。ホースに曲がる力がかかりにくく、ステアリングコラムに当たらないようにヘッドチューブの比較的後ろ側からホースが入るようになっています。ワールドベスト。出来上がりました。どんなフレームか分かった上で、実際に半年以上毎日乗っているプロのライダーに感想を聞いてみました。はい、じゃあ気をつけていきます。はい、ワールドベスト。今タイム歴何年ですか？タイム歴何年かな、3分の1年。ちゃんと年で答えるんだ。何ヶ月じゃなくて3分の1年3分のタイム歴3分の1年の小林選手。はい、あのね、このフレームを気になってる人結構いるんですよ。最初にマリノ君が乗った感じの印象をちょっと教えてもらいたいんですけど、どんなバイクですか？かっこいい。なんでそんな笑顔なんだよ。かっこいい。なんかいつもよりなんか見てる時間は確かに長いよね。磨いてたりとか。一等列見てるみたいに。そう、なかなかあの写真とかだとわからないんだけど、現物はね、フレームの形状がなんか角張ってるところとか結構多かったね。普通にいいよ。いい。何がいいかって言うと、まあ安定感あるよね。コーナリングとか、まあこれは個人差あると思うけど、スキャンは硬いね。すごく。剛性が高い。めちゃめちゃ硬いフレームだから。だからそれはあるね。これ初めてかもしれない、こんな硬いフレーム。でもまあそのくらいかな。まあ走るし、走行感もいいね。で下りとかでも、下りとかじゃない。すごい安定してると思う。やっぱり下り坂、一番最初にやっぱり下り坂って言ってて、下りやばいって言って、めちゃくちゃいい。なんか普通に喋るね。なんか僕がさ、最初聞いた時、下りやばいこのバイクとか言って興奮してたじゃん。今がそうそうそう、今が淡々としてる。そうそう、淡々としてる。まだそのテンションじゃやばいでしょ。結構引きずるやつじゃん。最初やべえこのバイク走るとか言ってたじゃん。いや、すごい走るよ、まあ慣れてるからね、もうだって3分の1年乗ってたらそれは慣れて、その感動は薄れていく。あそこの面で行くんだ。そう、ね、じゃあレースする人には大満足いいんじゃない。そう、どんな人におすすめ。どんな人におすすめ、難しそうな、まず一番最初はまあお金ある。お金ある。確かにね、このフレーム60何万円するからね。高級車だから、本当に見られるよね、この人。いや、めちゃめちゃ見られるよ、かっこいいもん。プロの人でも剛性が高いっていうと、高すぎて、なんか自分じゃ乗りこなせないんじゃないかなっていう、あのコビーレーサーの人とかがいると思うんだけど、それについてはどう思う？まあ、そうだね。俺的にはもう、硬さとかはそうじゃん。上級者向けじゃない。確実に上級者向け、上級者向けだね。だけどまあ、だって下りとかもすげえ安定してるしさ、上りも上るしさ、トータルバランスがいいよね。だからなんつうの、今すごい軽いフレームとかさ、軽くてもふわってのもあったりさ、エアローとかさ、重かったりさ、でこういうのにとかさ、見終わったりとか結構多いけど、これはトータルでロードバイクって感じだよ、だからいいんじゃない。そうやっていろんなコース走ったりさ、ロングライド好きな人とかさ、結局ロングライドってさ、なんかさ快適性とかなんとかって結構言うじゃん、なんかフレームの硬さがどうこうとか振動がとか言ってるけど、しかもタイムのさ、フォークとかいいから別に振動もさあんまりわかんないし、で
結局さ、ロングライドするっていろんな地形走ってるわけだからさ、ロカルバランスいいチャリじゃないとダメだったから。そうそう、タイムもね、2種類フォークがあって、あ、あるね。そのアクティブフォークがすごい良かったよね。良かった、すごい感じない、うん、路面路面感じない路面感じない、浮いてる浮いてる浮いてる。まあ冷静はそっちのフォークを使ってるという、こっちは軽いからね、うん。でもだからそれで、だからまあトータルでいいからね、結局、うん、アルプデュエースだからね、うん、そう、やっぱり名前の通り、ね、アルプデュエース、ちなみに登ったことある？ないし、登る予定もない登る予定もないいいよ。でも書いフレームに書いてあるから登らないといけないんじゃない？これで、うん、登りに行くの、うん、そういう企画はやってないね、うちはそういうのやってない逆にやってもらいたい企画とかあればね、コメントでね、教えてもらえれば。そうだね、やるの教えて。まあ、いや、大体やんないよ大体やらない大体やらないけど、うん、こんな感じよ。なるほどね。スプリント時のね、踏み込み具合っていうのね。スプリント時の踏み込み具合、うん、まあ、俺スプリントできないからさ、うん、じゃあ、あのスプリントできないから、まあ、練習の時はかかってる気でいるけど、まあ、レースの時は俺自身がかかってないから。でもまあ、硬いからいいんじゃないそういうの、すごく。もうちょっと、アイランさん、アイランの方がスプリント上手いから。スプリントどうですか、このタイムのフレーム。スプリント very good な It's very hard。 あ、やっぱり剛性が高いですね、うん、他はどんな感じですか、このフレームは。この手順の時に I feel very good、うん全部いいらしい全部いい全部いい、うん、sí, no, sí, en general no hay sí. problema, es más ligero que la del año pasado. いいって、やっぱり別に何のトラブルもないし、去年使ってたバイクよりも硬くて軽いし、いいって。いいって。いい。すごくいいって。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 いいらしい。あとはじゃあ、そこから、もう平地での巡航性能。エアロじゃないから、うん、走んないとかそういうのは何にも感じられない。普通に走ると思うよ、めちゃくちゃ。そうなんですよね。実際チームのみんなそれについては何も言ってないの、うん、走るバイクって言ってる。走る、走る、普通に走るから、うん、いいよ、うん、普通にも走る、まあ、下りこの自転車どうですか。伸びますか。すごい。あ、そうなんですね。やっぱりいいんですね、下り。俺は思い出かもしれないあとはバイク振った時の軽さ、ね、いや軽いよ、だって硬いからさ、軽く感じるじゃん、うん、絶対的に。でそういう軽さ、余計軽さを感じる。あのバランスがいいからいいんじゃない、軽く感じる、うん、例えばさ、こう硬くてもここさもっさりしてるフレームだったらさ、うん、なんか振り微妙じゃん、うん、だからトータルのバランスだからさ、うん、これ長年さちゃんとさ本気で作ってるメーカーはさバランスいいよね、うん、やっぱり思うけど、あのいろんなさフレーム持ってきたけど、うん、そういう案外そういうなんつうの、新しくて最先端技術がとかさめっちゃ売りにしてるところよりこういうところの方が外れはないフレーム、うん、やっぱりバランスだからね、チャリは。そう、ちょっと惜しいところがこのタイムのフレームの良さっていうのが数値に出てないところ。そうだね、そうだね。例えば極端に軽いとかじゃないし、じゃあ極端にエアロですとかじゃないじゃん、うん、でも、うん、ぶっちゃけチャリンコって乗ってバランス良くなかったらダメだから、いくらエアロですなんて乗ってもさ、うん、そうよ、結構当たり外れ多いやん、ポン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 出すメーカーって、うん、このモデルダメだった、このモデル良かった、次のモデルまた微妙だったとかさ、うん、そういうのないよね、そういうメーカーは。そうだよね、振りが軽いとか、それもね、数値はなかなか出ないし。そうで、多分重心のバランスとかも多分、うん、ジョイトリが絶妙だからコーナー中のさ、自分がどこに乗ってるかとかもさ、うん、すごい、そういうのが大事。結局自転車に乗るっていうのはそういうことやん、うん、て自転車が勝手に誰も人が乗ってって走ってるわけじゃないからね、うん、乗ってんだから人が、うん、だからそこは超大事だよね。なるほどね。じゃあこのタイムのフレームまとめると、ワールドベスト、ワールドベスト、何ワールドベストって言って、聞こえない、ワールドベストって聞こえない、ワールドベストって言って。このタイムのフレームどうですか。100点。おい言ってくれないのかよありがとうございました。ワールドベストフォロー。選手に直接インプレを聞くことができました。前編の動画で紹介したタイムの特徴であるライダーのフィーリングを重視する設計思想が見事選手にはまっているようでした。撮影に協力していただきありがとうございました。
そしてこのタイムのフレームを使用しているチームマトリックスパータグは国内最高峰のレースツアーオブジャパンでステージ優勝、ステージ2位、そして J プロツアーでは5勝を挙げています。上りの厳しいコースからスプリントまで選手の活躍をしっかりとサポートしているフレームだということが分かりました。フランスのマンスも見事な勝利です。完璧です。いかがだったでしょうか。これを見てタイムのフレームいいなと思った人はグッドボタン、そしてこのフレームね、まだ質問があるっていう方はぜひコメントで教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。欲しい。